日本なんかに帰ってきて特に感じるのは、その母親が子供に対してあなた甘いものを食べちゃダメよみたいな、そういった感じの感覚に甘いものが至ってしまってるのがすごい寂しいんで、そうではなしにその体的にそのすごいヘルシーな部分だったりだとか、あとはその脳の疲れを取るだとか、あとは怪我した後のケアの中でその体を修繕するためにはその甘い部分というのはすごい必要不可欠になるので、そういう部分に対してなんか少しでもこう理解した上でのアプローチができればいいな。スナラボなんかいいんじゃないですかね。まあ普通に取材もさせてもらえないだろうし、一般のお客さんも入れないと思いますけど、そういう店もあるんだっていう意味じゃとってもおすすめです、マーケティングとして一番最先端じゃないですかね。入れないっていうだけで誰もが行きたくなると思います。でそこにプラスアルファの味が上乗せされてるっていう。